どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。本日5月5日、まあ子供の日ですね。はちっこカレンダーの方やっていきたいと思います。まあまず先ほども言いました、5月が子供の日、通称端午の節句で、端午の節句は日本ほか、漢字文化圏で端午の節句っていうのがあるしね。この端午の節句で子供の日、これは日本国民の祝日の一つで、まあゴールデンウィーク期間中です。ゴールデンウィークも行ってね、あ、釣りに行ったぐらいですかね。その動画もお楽しみにしてください。次、おもちゃの日、これがですね、日本おもちゃ協会東京おもちゃ人形問屋協同組合が1949年に制定。これが、子供の日、端午の節句にちなみ、おもちゃ人形の PR のために制定されたということですね。すごいですね、 PR とかも使っちゃうんですね。続いて、子供へ贈る本の日、すごいですね、これも日本です。そしてわかめの日わかめの日だそうです、これも日本です。日本わかめ協会が1983年に子供の日にちなんで制定。子供の日にちなんで、まあわかめちゃんですよね、サザエさんのだそうです。続いて、まあ、世界に目を向けたところ、国際助産師の日、これが1990年に日本で開催された国際、助産師連盟国際協議会で制定。1992年から制定、実施されましたと。ほう、すごいですね。続いて、韓国も子どもの日、5月5日子どもの日といっぱいありますよ。ヨーロッパデー、1949年に欧州協議会設立にちなみ、制定されたと。敬老の日、パラオ、まあね、パラオって戦争、第二次世界大戦の時に日本の統治下にあって、結構ね、日本を通じるみたいなんですよ。これでちょっと釣り番組を見てて、その日本語に由来する本当に日本の意味の言葉でとかっていうのが結構ね、向こうで通じるみたいなんですよ。面白いですね。ちょっと一回釣りで GT とか狙いに行ってみたいなと思っております。パラオ、敬老の日。次、手話記念日、日本デフ協会が2003年に制定。手話が左右5本の手で行われることに由来。ほう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 、そうですね、5月5日55ってことですよね。はい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 。次、自転車の日。ほう、自転車月間水準新、ごめんなさい、自転車月間推進協会が1998年に制定。5月の自転車月間の中の祝日を、自転車の日とした。おお、まあ自転車もね、年取ると自転車乗らない、そんな年じゃないんですけど、もうまだアラサーですけど、自転車って車取ったら乗らなくなるみたいな。ちょっと最近移動で、ちょっとね、近所移動するときは自転車にしようかなと思って、今自転車ママチャリを検討しております。で、まあ自転車の日。続いて、はい、薬の日、日本。おお、全国医薬品小売商業組合連合会が1987年に制定。はい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 。611年のこの日、推古天皇が大和の宇田野で薬草を摂取する薬狩り、薬を狩ると書いて薬狩りを催し、これから毎年この日を薬の日と定めた故事にちなむ。ほう、故事にちなんでこの日は薬の日にしましょうというのを協会が決めたそうです。次、フットサルの日。はい、フットサルに関する事業を行う株式会社 F ネットスポーツが制定。フットサルが5対5の、プレイヤーで行われるというところにちなんでおりますと。まあ面白いですね、こんなのいっぱいあるんですね。続いて、レゴの日、デンマークのプラスチック製ブロッ
空おもちゃレゴの日本法人であるレゴジャパンが制定。0505でレゴレゴの語呂合わせによるものだと。面白いですね。子供の日にちなんで、まあ、おもちゃ関係だったり子供に関すること、また昔からの孤児のもの、いろんなものがやっぱこう現代に受け継がれて、まあ、そこで記念日になってたり、それに、ね、携わってる日として制定されてる記念日が多いということでしょうね。次回の動画でお会いしましょう。またねー。